ほっ。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパーピット、高庭の戦いシナリオの、総合正康編第2話ですね。始めていきます。そしたら、これはこの先の220のこっち行こうか。我に続け。長宗我さんね、あれだね、そっちとか攻めてる間にちょっとこっちはね、先にね、いただく全部お城をね、もらっていこうかなと思います。ことじけなし。行くとしようか。仲間御所行こうかな。あと10日。こっちが行ったってあれでしょう。行くとしようか。10日、変わんないもんね。これでいいや。ああ、武将戻ってきたね。個別夫人で、かしこまりました。三箇所だね、ここね。かしこまった。ポイしましょう。承知いたしました。報告いたす。ご命令を。あとあれだね、ちょっと時間かかりそうだね。じゃあ、こっち行こうか。こっち行けば00で取れそうな気がする。逆に援軍借りれないかな。から借りれない。しょうがないね。じゃあ制御ちょっと進めとこうか。かしこまりました。ゼロだね。おーっと、一貫寿司はつかなかったか。報告いたす。ご命令を。勝利を進めて、建築で継続発展かしこまった。承知いたしました。かしこまった。発展で、かしこまりました。かしこまりました。この、承知いたしました。漁村をいっぱいやっとこう。じゃ進めていきます。これまだゼロのままだよね。いいね。はかりごとなき者よ。滅びるがよい。はかりごとなき者よ。滅びるがよい。いいね。じゃあ、そのままこっち行こうか。D と B だと、B から先行った方がいいんだけど、まあ、いっか、これで。進め。標高20日。工場ついてる？なんか怪しいから、そのまま強行で落としちゃおう。こっちもそろそろ落ちるでしょう。15日、速攻賞だね、これね。速攻賞しよう。よこせ、お城。よこさないのか。まあ、地道にゆっくりと落としていこう。かかれ！あ、出てきた、出てきた。はい、ありがとう。皆の者、大義であった。部分入場して、兵を少し持っとこうか。出陣しよう。行こうか。出陣しよう。標高62。足りるのかな、兵が。表情を始めようか。2位だから足りないような気がするんだよな。
商業欲しいね。商業軍事で行こう。49、41、32。表情を終えるぞ。これ商業二マスだね。こんなんでいいかな。ご命令よ。で、商業二マスになったからね、ここからね、どんどん金銭収益増えてくるんじゃないのかな。取引を行いましょう。で、開発、発展、撤去だね。準権状も多分いらないよね。選択。準権状が1、2、3、4個、5個。どこにある準権状？いらない準権状だね、全部ね。突発的に多分立てた準権状だと思う。撤去。で、傭兵所までね、いらないんで、削除しようか。で、漁村作れるから漁村をどんどん作ります。かしこまりました。かしこまりました。かしこまった。かしこまった。ここは、宿場町建てたらいいか。かしこまった。じゃあ進めてこう。我が野望。何人たりとも止められぬ。貴様ごとき我が敵ではない。じゃあ返そうか。で、長宗和さんも無理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 。一気落ちちゃったか。報告します。先月の収支です。ご命令を。あと1ヶ月ぐらい、あと32日。多分兵足りるね、ギリギリね。商業かしこまりました。で、歩兵やってないね、多分ね。このここら辺ね。でも歩兵やっちゃおうか。承知。ここで4100打ち込んだ方が早いのかな。承知。どっちも買わないね、多分ね。まあ戻すこと考えたら手動入力のはいいかな。4100。承知。承知。で、大丈夫かな。そしたら、どこ行こうか。こっち行く？にしてもちょっと待たないとダメだね。で、ここは同盟結んでるからダメだよね。辻さんは。裏神さんだったら大丈夫だね。力でねじ伏せる！助立ちいたす。あ、浦上さんとノブ友達だったか。失敗したな。しかも届かないし、届かないし、浦上さんのところ。カウンセント。力でねじ伏せる。助立ちいたす。そしたらあれか、交渉でこっちと、あれか、同盟結ぼうか。はっ。なんかここはなんかあれだね、幹がなんか。同盟結ぶそうだね。はっ。で、幹はノブと同盟なので、友達の友達は、あれですよね。宣戦布告しないですよね。友達ですよね。3000、4000。
6000、7000持ってきたいね。7200。そんだけ持ってくとあれか、厳しいか、6000か、じゃあ。あとで途中で5、あれ、増やすしかない。出陣する。で、これ使っとこうか。この志、命に変えても果たすのみ。あとは、建築だね。継続発展？漁村？はっ。で、発展で漁村をやろうか、どんどん。はっ。承知いたしました。もっと漁村多分作れるはずなんだけどね、多分。承知。ちくわ町とかで食われちゃってるね。はっ。ここら辺多分作れるはずだけど。承知。ほっ。この中多分全部作れるはずなんだけどね。こんな感じでいいかな。じゃあ進めていきます。皆の者、勝ちどきをあげよう。長宗我部さんね、来ましたね。で、神殿、あ、いいですよ。報告します。ご命令を。そしたら、歩兵だね。4100いけばいい。これもさ、4100に合わせてもさ、最終的にあれなんだよね。なんていうの、一機とかなんかそういうのが起きるとさ、変わっちゃうからね。そうしたらまたやり直さなきゃなんないから、めんどくさいな、めんどくさいからいつもね。マックスにしてるんですけどね。はっ。まあ、いいのかな。ウキタさんは、モリと友達だったら行っちゃまずいね。じゃ、こんなんで進めていこう。モリに勝たします。力を貸すぞ。力を貸すぞ。助太刀する。ちょっと友達の友達はあれじゃないの？我が領内に敵が迫っております。友達の友達はさ、くそ、縁切られてある。別所捨ててあれか、攻めに来たってやつか。50日かかるか。兵糧も結構きついもんね。ちょっと様子見しとこうか、ちょっと。力を貸すぞ。164。一応結構持ちそうだね。ちょっと様子見しようか、ここじゃあ。そしたら山田さん、ちょっと力でねじ伏せる。助太刀する。おお、ここら辺あれしようと思ったんだけど、攻めようと思ったんだけど、助太刀してくれるか。ほうほう、じゃあ通商結んどこうか。承知。
承知。マスコーノさんとかね、あの仲間になってくるとは思わなかった。うん。こんなんでいいかな。標高33日。我に続け。15,000。ちょっと15,000ぐらいで進め。兵糧もないしきついんだけどね。とりあえずこれ進め。倒してこっち来ていこうか。使いの者が来たようです。あ、従属はいいよいいよいいよ。報告いたします。表情を始めようか。かような策はいかがでしょう。従属はでかい。じゃあ軍事と対名ちょっととこ42、36、38、40ちゃんいるね。38だ。表情を終えるぞ。これは違うね。こっちだね、取るのね。あと商業だね。あー、取っちゃった、取っちゃった。間違えちゃった。じゃあこれは、総資産はここだね。進め。そしたらあれか、どうせだったら戦争、ここ、一式さんと戦争すれば。力でねじ伏せる。助太刀する。そしたら、ここもね、早く通れるんでね。そしたら、進展か。かしこまりました。そしたら、じゃあ進展しとこうか。承知いたしました。で、あれだね、継続があったんだね。じゃあ進めていこうか。天も人も俺に背くことは許さぬ。いやー、別に出ちゃダメだって。こっちはどう見てもさ、攻めに行ってるってわかるじゃんねえ。できれば王冠立ててくれれば。なんてこった。まあいいや、こう取られても。だからそしたらあんた一発でもう終わりじゃない、別所さん。向かってるって。待機する。あ、一応かかったのね。まったく。行こう。こっち15,000じゃ足りなかったか。一色さん行こうか。行こう。進め。じゃあ、ミッチが攻めてるってことか。行こう。もう誰かが攻めてる、誰かが攻めてる。行こう。そしたらこっち行くしかないじゃん。進め。15,000そっち行くのもったいないな。行こう。天使。こっちにしようか。進め。なんかいっぱいなんか部隊が できちゃったけど。部隊ができちゃったんだったらこっちとか落とす。でも倒せないのやめよう。あ、ウエス連携分裂ですね。オダーテの乱ですね。有明の月の心に、かかる雲なし。報告いたします。ゲチオ。ちょっとだんだん面倒くなってきちゃったね。ここら辺同盟ね。結べますね。承知いたしました。同盟結んどこうか。承知いたしました。
はい、ということでね、第2話この辺で終了していきたいなと思います。まさかの、天秤にかけられて、ね、同盟が切られちゃったっていうやつですね。まあ、しょうがない。ではね、ご視聴いただきありがとうございました。